つぼみとさとみの今夜もつやつや。はい、夏の痛いような暑さが終わりましたね。うん、秋の気配がちょっと感じるような風を感じます。朝晩の風はもうかなり涼しくなってきましたね。ですよね。うん、秋を感じるのはどんな時ですか？そうですね、スイーツのメニューが栗になった時かな。さすが、早速栗とさつまいもになってますよね、あっちこっちのメニューが。なってる、うん、スーパーに入ってもまずさつまいも、うん、栗が目につくよね。そうですよね、うん、私はね、店頭でサンマを見た時が一番最初に秋感じるかな。出てますか？出てる出てる。8月テレビで初サンマっていうのをやってたんですけど、うん、豊洲でね、一番最初に売った今年の初サンマは、小ぶりだったけど、1匹1万円だったそうですよ。1万円。どなたが買うんでしょうね、1万円のサンマ。普通のおじさまだったんですが、普通の。ちょっとね、その日、奥様の誕生日だったんですって。で、奥様が、まあ、サンマが大好きだからって言って、2匹買ってましたよ。優しいですね。奥様、喜んだかな。だってね、まあ、1万円だよとは言ったかどうかわかんないけど。前のサンマだったら、前の違うものが欲しかったと言われない。じゃあ値段は言わない方がいい。言わない方がいいかもしれないですよね。美味しいサンマ買ってきたよってね。そうだね。じゃあ秋の果物といえば一番最初に思い浮かぶのは何？梨かな。あー、いいね、みずみずしい梨。これね、実はね、一番最初に思い浮かぶものは、はい、7割の人が柿って答えるそうですよ。そうなんですか。色が鮮やかだからですかね。店頭に並ぶと、すごく目立ちますもんね。あ、そうよね。しかもなんか健康にすごくいいらしいですね、柿って。あ、そうなんですか。そう。なんかね、二日酔いにいいとか言って、なんか酔いが覚めるとかそういうことを聞いたことがありますけど。あ、そう。じゃあ二日酔いの朝は柿を食べるといいってこと？飲んだ後かな。ああ、そっか、そうかもしれないね。なんかほら、昔から柿が赤くなれば医者いらずとか、医者が青くなるとか言うじゃん。言いますよね。いいよね。だからそれだけ、まあ、栄養が高いってことだよね。そうですよね。まあ、私たちは、やっぱり食欲の秋。そうですね。はい。もう、柿を食べたくなりました。なりましたね。体にいい柿を。早速買いに行きましょう。はい。はい。ラジオをお聞きのあなたは、どんな秋になりそうですか？はい。では、今夜もスタートします。この番組は FM88.7 メガヘルツ、携帯アプリではデリモ、インターネットではサイマルラジオの JCBA からでもご視聴いただけます。はい、では今日は秋の夜に聞きたいちょっとしっとりした曲からスタートです。キャロル・キング、It's Too Late。はい、この曲はですね、70年代のアメリカを代表するシンガーソングライターのキャロル・キングさんの歌なんですね。大人の秋に潤いのある曲ですね。でしょ？はい。では、今日はいただいてるコメントからスタートしたいと思います。はい。ラジオネーム M さん。うん。つぼみさん、さとみさん、こんにちは。こんにちは。こんにちは。先日、さとみさんが北海道に行っていたとラジオでお話しされていたので、さとみさんのフェイスブックを見ると、はいはい、地図にない橋の話が書いてありましたね。北海道には結構詳しい僕でも知らない橋でした。今度、サンゴ礁の時期に行ってみたいと思います。
こんなに素敵な場所なのに、地図にもなく名前もない橋が魅力的すぎます。確かに関東ならすぐに観光地として商売に使われそうですね。 M さん、コメントありがとうございます。先週は北海道に帰省していたさとみさんと収録した時の放送でしたね、うん、そうですそうです。地図にない橋の話って何の話ですか、うん、あ、そうそう、あのね、はい、母と一緒に、行ってきたのが名前もない橋だったんですよ。名前もない橋ですか。はい。なんかあまりね、考えたこともなかったんですけど、うん、橋って全部名前をつけているのか、名前をつけている橋とつけていない橋があるのか、なんか考えたこともなかったみたいですけど、うん、まあまあ、どうなんですかね。まあ確かにそうだよね。うん。でもわざわざそれを見に行ったっていうのはすごく景色がいいとか、いい場所だからなんですよね。あ、そうなんですよ。ちょっと写真で見つけて、あ、素敵と思って、で、あの、うん、普段も高齢の母なので、家からほとんど出ないんですね。だからまあちょっとどっか連れて行こうと思って、インスタをね、チェックしたんですよ。うちから1時間くらいのところに湖があるんですけど、湖にかかった橋の写真がとっても綺麗だったんですよ。で、まあ、これはどこだと思って、インスタからちょっとネットでいろいろと探したら、あったんですよね。そこが名前のない橋だったんですね。そうそうそう。普通なら湖にかかる橋なんて名前がありそうですよね。ですよね。だから、知らなかったんだよね、逆にね。そうなんですね。そうなんですよ。で、面白かったのが、インスタに書いてあったのがね、Google マップにはここは載っていませんって書いてあったのね。へぇー。そう。マップは道が切れてたんです、そこで。だけど、じゃあ切れてるけど、細い砂利道をどんどん進んでってくださいって書いてたのね。怖いですね。そう。で、ところどころは、あの、ちょっと水たまりもありますと。でも気にしないで、とにかくどんどん進んでくださいって書いてあったの。あ、そんな詳しく書いてくれてるんですね。書いてる人がいたんですよ。行ってる、行った人がね、そうそうそう、ぜひ紹介したいっていう感じで。そうなんだろうね。書いてくれてたんですね。だからさ、インスタって、はい、いいよね。それ見なかったら全然気がつかなかったと思うし。確かに。で、やっぱりちゃんとそこにたどり着きましたよ。水たまりも途中ありましたよ。細い道。はぁ。素晴らしい。そう。で、やっぱりね、名前がないけど、その、ちょっと先に島があったんですね。湖が。はいはい。そこに橋がかかってて、で、その橋が湖に、こう、逆さ橋みたいに映ってて、すごく綺麗だったんですよ。あ、そこに、先ほどコメントにあった、サンゴ礁っていうのがあるんですか？あ、そうなの。私たちが行った時はちょっとまだその時期じゃなかったんですけど、サンゴ礁って厚岸礁っていう植物の通称なんですね。あの、塩湿地っていうのかな？塩湿地帯、塩ね。塩の湿地帯って書くんですけど、そこに咲く植物なのね。で、その湖って、淡水と、海の塩が混じった場所の湖なので、そこに、その9月の末から10月に咲く植物なんですね。そう、だから湖が赤くなるんですよ。素敵ですね。そうなんです。ちょうどもう赤くなってたんですか？行った時に、うん。行った時はね、まだなってなかったの。だから、この放送の後ぐらいからちょうどいいんじゃないかな。見頃だと思いますね。なかなかね、サンゴ礁って知られてないですよね。そうですよね。関東だったらもうすぐにでも観光地になりそうな話ですよね。いや、ほんとそうなんですよ。もうね、だからね、すごく見てもらいたいけど、やっぱり有名になって人が多くなるとさ、自然もね、失われたりとかよくあるじゃない？そうですよね。そうなんですよ。ちょっとね、悩むとこですよね。そうですね、複雑ですね。
ここ埼玉県では、うんうん、日高市の巾着殿が真っ赤になる曼珠沙華が有名ですよね。そうですよね。埼玉県日高市っていう町があってね、うん、そこの河川敷がもう真っ赤になるんですよね。群生地なんですよね。ねえ、綺麗ですよね。綺麗。うん、ちょうど今頃からが、もう人がね、すごく増えますよね。そうですね。ちょうどその時期ですね。うん、じゃあそこ入場料しっかり取りますね。自然を守るためにはね、うんうん、やっぱり入場料金を払ってもらって保護しなくちゃならないから仕方ないんでしょうね。うん。ではね、ちょっとこの辺で2曲目ですね。はい。ちょっと、あなたも旅に出たくなるような曲を用意しました。奥畳をさすらい。はい、秋になりますと夜も涼しくて、すごく寝やすくなりますけど、つぼみさんはだいたいどれくらい寝ます？どのくらいだろう、私ね、寝るんですよ。よく寝るんですよ。そうなの？すごくね、よく眠れるんですけど、うんうん。どのぐらいだろう、でも6、7時間ぐらいかな。あ、じゃあ別に普通じゃない？うん、うん、うん、そうですね。なかなか時間もないんで、朝早く起きなきゃなんない。だね。先日、これは読売オンラインニュースでちょっと面白いランキングを見たんです。よく寝る県民ランキング2021年っていうやつでしたね。面白いですね。はい、面白いです。では問題です。はい、よく寝る第1位の県はどこだったでしょう。なんかのんびりしてる沖縄県民。ああ。いや、でも涼しい場所の方が寝やすいですよね。ああ、それも言えるね。うん、寒いところに冬眠する北海道。ああ、うん。では行きますよ。回答は1位は秋田県。やっぱり寒いところですね。そうだね、うんうんうん。秋田県って晴れが少ないってこの前言ってたから、だからですかね。ああ、そうそう。なんか一番晴れが少ない県だそうですよね。でもそれももしかして理由にあるのかもしれないね。ありそうな気がします。ですね。秋田県民のね、睡眠時間は8時間8分だそうですね。パチパチ。パチパチ。あ、そうだね。そう。で、全国平均は、7時間54分だそうです。そうだね。でもなんかね、8時間って言うとね、まあ長い気もするけど、子供の頃はって8時間ぐらい寝てるんですよね。8時間寝なさいって言ったよね。そうそうそう、なんか言われてたような気がする。ね、そうだよね。じゃあね、東京って何位だったと思います？東京が一番低い気がする。都会に住んでると、やっぱり起きてる人が多いし、夜中にコンビニも空いてるし、電車も遅くまで動いてるんだから、そうだよね。少なそうな気がする。そうですよね。東京は、41位。ああ、そうですね、最下位ではないってことですか。そう、最下位はね、神奈川県ですね。まあ、変わらない。ああ、まあ、東京も神奈川もね。そう。そうね、6分違います。それだけの違いなんですね。そうそうそう。まあ、でも睡眠時間ってね、なんか気持ちいい睡眠時間って人によって違うじゃない？違いますよね。ね、さとみさんってどのぐらいなんですか？私はね、ちょっと短いですね。だいたい4、5時間。そうでしょうね。さとみさん忙しくて、夜中まで仕事してることも多い感じですもんね。そうかもね。でも、だらだら起きてるのではなくて、やっぱやることがあって起きてるって感じなんだよね。そうですよね。また、時間あれば、もっと寝れると思うんだけど。でもね、その代わりね、布団に入ったらあっという間に寝ますよ。30秒くらいで寝ちゃいます。ああ、素晴らしい。しっかり
熟睡できて疲れは残らない感じですか？そうそうそう。なんか寝不足で疲れが取れないわってよく聞くけど、うん、それはあまりない。あ、逆に疲れる？なんかね、そう言ってる人いました。うん、6時間以上寝ると体がだるいんですって言ってる人いました。そうそう、そうなんですよ。睡眠が少なくて大丈夫な人ってね、いるみたいですよね。うん、そうですね、しっかり取れて。私は逆に、まあ、いつも眠いんですけど、なんか熟睡したっていう感じがね、ないんですよ。あ、そうなんだ。そうそうそう。そう、辛いんですよ。もっとなんか、ああ、寝たって感じたい。なんか結構、目が覚めたりすることも多くって。ああ、そうなの。うん、やっぱり熟睡感があると、朝もそんなに辛くないし、うん、まあ割とスッキリ起きれるし。うん。そうですよね。睡眠は大切ね。大切ですよね。アメリカの、大規模調査をしたらしいんですけど、その結果だと、うん、睡眠時間が7時間の人が一番長生きするそうです。ほう。でも、もちろん短いのは健康ちょっとあまり良くない。うん、で、うん、逆に8時間を超える睡眠の人は死亡リスクが上昇するそうですよ。寝すぎはダメなんですか？まあそういう結果は出たそうですね。ああ、そうなの。少ない人かと思ったら、多い人の方が死亡リスク上昇なんですね。ねえ、なんか整えなきゃね、この睡眠の、ね、いかに睡眠熟睡できるかっていうね、うんうんうん、まあそこだよね、きっとね、リラックスできるこの環境づくりっていうのかな、うん、寝る場所の枕とか布団とかね、温度とか、あ、確かにもう枕大切、うん、そうですよね、では、ちょっともう時間なんですけど、最後、今日この曲をかけたいと思います。クイーンのウィルウィルロックユーでした。はい、このおかけした曲は、エリザベス女王がお亡くなりになったじゃないですか。はい。うん、で、エリザベス女王の即位70周年を記念するコンサートが、開かれた時に、バッキンガム宮殿の前で、ステージを作ったそうなんですけど、まあ、その時に、出る予定だったエリザベス女王は、ちょっと体調を崩して出られなかったそうなんですけど、そのオープニング用に映像を作ってたんですね。その映像に流れた曲が、この曲と、あと、クマのパディントン、うん。はいはいはい。その、パディントンとエリザベス女王がちょっとパロディっぽいのをやってるんですよ。で、この曲がね、そのバックに流れてて、ちょっとお茶目なエリザベス女王が CM に出てるっていう曲ですね。96歳という高齢でしたけれども、直前までお元気そうに公務をされていたそうですね。そうですね。まあ、最近はね、日本でも世界でもちょっとね、著名人の死去のニュースが続きましたけど、はい、ご冥福をお祈りいたします。お祈りいたします。では今日はこの辺でお別れです。私たちを応援してくれるスポンサーを大募集しています。ぜひラジオ川越ホームページへご連絡ください。過去のトークはラジオ川越公式 YouTube に載っています。はい、携帯アプリではレディモに表示されている番組名のつぼみとさとみの今夜もつやつや、こちらをタップしていただくとツイッターに飛ぶことができます。そしてそのままレディモにコメントを書いていただくこともできます。この番組のお相手は元アラフォーアイドルのつぼみと時々和太鼓奏者さとみでした。この後も引き続きラジオ川越をお楽しみください。